旧川口居留地は、1868年から1899年まで、現在の大阪府大阪市西区川口1丁目北部、同2丁目北部に設けられていた、川口外国人居留地の跡地,地。旧大阪居留地、旧大阪川口居留地とも言う。居留地時代の建物は現存しないが、1920年春工の壮麗な大聖堂である。 日本聖公会大阪主教座制度、川口キリスト教会が当時の町の面影を伝えている。日本聖公会、川口キリスト教会川口居留地川口居留地と、富島1858年の安政後、過酷条約によって、大阪は、函館、東京、横浜、新潟、神戸、長崎と共に開港、または、開始されることが決定された。江戸幕府は、 開始開港の時期を引き伸ばし続けてきたが、結果幕府は倒れ、明治新政府によって1868年に東京、新潟、神戸と共に大阪が開始開港される。開始は1868年1月、開港は1868年9月のことであった。開始開港直前の大阪では、安治川と木津川の分岐点に位置する川口に、 船番所や組屋敷を設置していた大阪選手が、軍艦奉行の勝海州の提言によって1864年に廃止され、その跡地を外国人居留地に当てることが予定されていた。なお、大阪選手の船員たちの多くは同じく、勝海州が頭取りを務める神戸海軍総連署に転属されている。また、1867年には、 幕府が恵比寿の文字の使用を禁止したため、予定地の南隣に位置する恵比寿島町が梅本町に改称されている。1868年7月に26区画の諸外国への競売が行われ完売し、直ちに街路樹や街灯、洋館が並ぶ西洋の町へと整備される。居留地に接する富島町、古川町、本田一番町三番町、 梅本町も外国人雑居地となり、1886年には人気に応えて10区画の増設が行われた。また、木津川対岸の江の小島にはドームを有する洋風、建築の大阪府庁舎や大阪市庁舎が建設された。1899年に居留地制度は廃止されたが、大正時代末まで周辺一帯は、大阪の行政の中心であり、大阪発の電信局、 洋食店、中華料理店、カフェができ、様々な工業製品や試行品がここから大阪市内に広まるなど、文明開化、近代化の象徴であった。しかし、貿易港としては短命に終わっている。川口及び当時の大阪港である、安治川砂岩の富島は、安治川河口から約6キロメートル上流に位置する河口であるため水深が浅く、大型船舶が入港できなかった。 1872年には外国船の入港が途絶え、川口の外国人貿易省は良好を有する神戸外国人居留地へ続々と転出した。1890年代に東洋最大の港となった神戸港の繁栄とは対照的に幕末から指摘されていた大阪港の大型船舶航行の限界は、結局1897年の大阪港、 第一次集築工事による新港湾造成まで解消されることはなかった。川口には外国人貿易省に代わってキリスト教各派の宣教師が定住して教会堂を建てて布教を行い、その一環として病院、孤児院、学校を設立し経営を行った。百八十四年には十六区画のうちキリスト教関係の施設が二十区画を占め、 二年後には十区画が増設されるほどだった。平安女学院、プール学院、大阪女学院、桃山学院、立教学院、大阪新愛女学院といったミッションスクールやセバルナバ病院等はこの地で創設されたのである。それら施設も高度な社会基盤が整備されるに従い、武家屋敷の破却により空地が生じた玉作りをはじめ、 現在の天皇軸や安倍の区域にあたる上町大地へ広い敷地を求めて次々と移転して、川口は衰退への道をたどることになる。1899年の居留地廃止後は大阪市へ編入され、大阪市西区川口町となった。川口雑居地には家境が進出するようになり、中国人街となった。1916年に本田三番町に中華南方向所、 本田二番町に中華北方向所が設置され、1925年には中華北方向所内に中華民国中高米領事大阪分事務所も設置された。昭和初期にはその数は3000人を超え、洋品店、理髪店、貿易企業といった商売を行っていた。しかし、日中戦争の激化などでその多くは帰国し、大阪大空襲で焼け野原となった。戦後は、 家境は大阪市内各地に拡散し、川口は地味な倉庫街となった。いくつかの古いコンクリート建築、赤レンガの三井倉庫、モダニズム建築の住友倉庫本社がある他は、王子の繁栄の面影は残っていない。本田小学校の一宮に川口居留地跡の石碑がひっそりと立っているのみである。日本聖公会大阪市教座制度、川口キリスト教会は、 1995年の阪神淡路大震災により、塔などが崩壊し、その後に多くの寄付を受けて復旧された。ありがとうございます。